ウィル VS とは、トヨタ自動車から、ウィルブランド第2弾として販売された自動車である。MC プラットフォームを用いたスポーティーな3、ナンバー登録のボディを持ったこドアハッチバックで、一連の、ウィルシリーズの車種としては唯一、カローラ系の系譜に属した車種となる。先に発売されたウィル6とは異なり、前後は低く鋭い表情が与えられ、車の性格としては実用性よりも、 独特のスタイリッシュさに重きを置いており、特に後方に向かうにつれて、小さくなるドアガラスは当時は賛否両論であった。デザインコンセプトは、ステルス戦闘機であり、指針のゼロが真下に来るメーターは、レーダースコープ、チェンジレバーは、スロットルレバー、ハンドルは操縦感をイメージしたものである。エンジンは 1NZFE 型1.5リットル直列、4気筒。 1WZFE 型1.8リットル直列4気筒とスポーティーな吹け上がりの 2WZGE 型1.8リットル直列4気筒エンジンの3種類が用意され特に 2WZGE はバルブリフト量も可変制御する VVTLI を採用しているトランスミッションは4速 AT と6速 MT であるありがとうございます